おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日5月31日金曜日の全国の天気をお伝えします。今朝の千葉幕張は雲が多めながらも青空が見えています。では全国の天気を見ていきましょう。今日は大陸から伸びる前線の影響や高気圧の縁を回る湿った空気の影響を受け広く雨が降ります。沖縄は梅雨らしい天気です。強い雨や雷雨にもお気をつけください。西日本方面も時々雨の降る空となります。九州の北部や中国エリアを中心にだんだんと天気回復し午後は日差しが届きます。一方東日本北日本は午後ほど雨の降りやすい空です。朝は日差しが届くこともある関東エリアですがだんだんと雲が厚くなります。雨アイコンついていませんがこちらも午後はにわか雨の可能性がありますのでお出かけの際は折りたたみ傘をお持ちください。特に前線が近づく北陸や北日本の広い範囲ではざっと強い雨になる恐れがあります。北海道は落雷や強風による横殴りの雨にもお気をつけください。さあ昼間の気温は25度近くまで上がるというところが多くなりそうです。日差しがない分厳しい暑さはないですが動くと汗ばむ体感になりそうです。油断せず水分補給などはしっかりと行うようにしてください。全国のお天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。